ル天王大駅北口徒歩5分にあります中華料理聖華さんに来ております。店主の須藤勲と申します。中華料理聖華を立ち上げてからもう40年ですかね。こちらの新しい店に来て25年経ちます。スープのこだわりはですね、ガラのスープですね、野菜をそのスープの中にちょっとこう入れて、あっさりとした本当のあっさりとしたスープを作るっていうのが自分のこだわりです。あっさり系のスープなんで、うちはまあ細麺を使っております。昔の昭和のラーメンですかね、醤油ラーメン、未だに直さずに作っております。麻婆豆腐もですね、自分なりにこの山椒油を作ったりこだわったものを作ってるんですけども、何店舗か歩いてた中の一番いいようなところを見繕って自分なりにこうアレンジして作ってあるのがうちの餃子です。ラーメン、そして麻婆豆腐、餃子、今回はね3品で、まずはじめにラーメンからいただきます。うまいです。すごいあっさりしてて、すごい美味しい。スープもね、いきます。しみますね。動物だけじゃなくて、野菜からもこう出汁を取りつつ、最後隠し味としてね、チー油がまたいい味出してるんですよ。シンプルでうまいラーメンって、最近なかなかないんでね、すごいです。続きましてね、この麻婆豆腐もいっちゃいますよ。ちょうどよくて、口の中で山椒がパッてこう来る感じね。ラーメンといったら餃子ですよね。いっちゃいます。うん、シンプルにうまいですね。餃子の餡も、まあ、冬なので白菜入れてるみたいなんですよね。それによる歯ごたえとかすごい美味しいです。全部美味しかったです、まあ、特にラーメン機構ということで、あっさりしたラーメン、皆さんぜひご賞味ください。これからも体にムチ打って頑張りますので、どうぞ皆さん食べに来てください。